はい、どうも、しゅうやんです。星は、つられ、砂は、やっていきたいと思います。まあ、これ、イラスト見たらフリーゲーム大好きな人たちは皆さんわかるのではないでしょうか。はい、そうですね。ヤカロさん。まあ、代表作だとやっぱ無慈悲な笑顔。うわぁ、泣いたね。あれはマジ神作だよね。凝ってるよね。もうゲームシステムもストーリーも全てにおいて。まあ、そちらの作者さんが作ったゲームですね。もう1年前くらいのゲームになるのかな？多分。はい。まあ、これでちょっとこのゲームプレイしていきたいと思います。で、このゲームが終わった後は、オロホスの夢、覚えていますかね？シュウヤも2年前くらいに実況したかな？で、そちらのゲームのリメイク版が出ましたので、そちらの方もね、イラストとか、ミニのドットキャラって言えばいいのかな？うん、がどんな風に生まれ変わったのか、見たいなって思っております。まあ、ちょっと早速やっていきましょうか。始まり。コントローラーが反応しない。まずはマウス操作からだ。あ、そういえばコメントでこのヤカロさんのゲームで角うさぎ図書館だったかな、プレイしてほしいなっての結構来るんだよね。ツイッターにも来たかな。でも確かあのゲーム実況できなかったと思うんだよな、多分。ごめん、ちょっとそこら辺うろ覚えなんですけども、まあ、とりあえず、まあ、このゲームやっていきましょう。え、右の、待って、君の世界を守るために、はいはい、この世界の住人は君を惑わす言葉を紡ぐ。何度も何度も話しかけてはいけない。目の前のものに決定をクリックすると調べることができる。この世界は1分で崩れ埋もれ再生される世界。1分待たずに反対側に行きたいのならメニュー画面から逆さま2を選べばいい。え？逆さま？まあ、とりあえず1分間で何かをするゲームっぽいんだよね。それが何なのか分かってないんだけども。まあ、早速やってみようか。この子が主人公ちゃんだよね。話しかければいい？そうだよね。ここは幸せいっぱい。うん。ん？はてなはてなはこの子か？果物とかじゃなくて幸せを混ぜたの？そうだよ。君の幸せで俺の幸せが勝手に使われている。招待状が置いてある。1分後に反対側へ。さらに1分後にこちら側に。そんな1分を繰り返す幸せの世界へようこそ。ルールを守ればこの世界は壊れはしない。君の幸せが永久でありますように。また面白いゲームシステム考えてるよ、この人。すげえな。え、あなたはなんで知ってるの？僕は君だから、心のかけら。え？あなたはなんで知ってるの？僕は君だから、心のかけら。この子の心の世界なのか、ここは。幸せ、幸せ、幸せだね。溢れちゃう前にもったいないからね。捨てちゃうのはもったいないよね。え、どういうこと？幸せ幸せ。お、やばいやばい、右上のカウントが1分なっちゃった。え、どうなんの？あと1分だけ。え、え、終わった。また始まりになったけど、あれ、世界観変わった？何？ちょっと右下に、右下にクリアするたびにこれ出てくるんじゃない、広告。変わったね。これは現実世界ってこと？これは本棚。私が知っている絵本がある。あれ？この本はなんだっけ？まあ、いいか。何回も調べればいいのかな？あ、でも変わらない？あ、違う。なんて名前のお話だっけ？私が知ってるお話だったよ。思い出せない。何回も調べてストーリーを進めていくのか。そしたらそのうちきっとこの、はてなはてなも変わっていくのかな。ねえねえ、そこのお姫様、そこで何してるの？お魚さん？この絵本の名前が思い出せないの？ちょっと気になっちゃって。よくわからないけど、僕その絵本知ってるよ。教えてもいいけど、その代わり僕とお話ししよう。お話しする？お話しする前にもう1分終わりそうなんだけど。もうこの世界から追い出されそうなんだけど、俺。おー、来た来た。あの本が何か知りたいんだね。あのお話はね、絶対に幸せになれないお話。ええ、バッドエンドかよ。絶対に幸せになれないお話？お姫様。あとは、お姫様自身が思い出すべきお話だよ。え？よくわからないよ。教えて、お魚さん。ああ、終わった。1分早えよ。情報収集超忙しいんだけど。もう一回もう一回。そのうちどんどんイラスト変わっていくのかもな。作者に拍手を送る。拍手を送る。はい、じゃあゲーム戻ろうか。これ、ちょっと下に出てくるの、これちょっと厄介すぎん？まあ、ちょっと気にせずやっていくか。あ、でも、どんどん情報収集していこう。あれ、椅子これ倒れてたっけ？あらら、暴れすぎちゃダメだよ。でも僕じゃないよ。え？じゃあ、暴れちゃった子に言っておいて、ほどほどにって。
誰に言えばいい？この椅子を倒した子に。誰のこと？誰のこと？これ主人公ちゃんじゃないの？ここにいたのなら見てたんじゃないの？見てはないよ。知ってるだけ。え？君は知らないから幸せだね。うん。うん？あ、終わった。これで情報収集終わり？招待状が置いてある。これは変わんないのかな？あ、これは変わんないっぽいね。クマちゃんは？あなたはなんで知ってるの？僕は君だから。心のかけら。あ、変わらない。なんで知ってるの？心のかけら。変わらない。ストーリーが変わるやつと変わらないやつがある？あ、でもなんか、あ、この子は違うかも。じゃあなくなったらその時はまた頼むね。終わった。1分があっという間。あと1分だけ。じゃあもう一回現実世界に帰ってお魚さんと話しようか。ちょっとこれはい、消す。始まり。あ、戻ってきた。ちょっとお魚と、前回な、何を話そうとしたの君は。ちょっとお話しよると。お魚さん、どうすれば思い出せるの？そんなの簡単だよ。ここの住人のお話を聞くんだ。お話って住人？住人いるくね？え、寝る？寝ない？寝ない。まだ寝ない。椅子だ。私のお気に入りのここに座って紅茶を飲むのが好き。私は今ここに座ってるの。え？あれ？今ここに？え？お気に入り。ストーリーは変わらず。あ、違う。まあいっかって言ってる。あ、お魚が増えた。お姫様、その椅子変？変じゃないよ。少し違和感があるだけ。私知ってるよ、その違和感の正体。教えてあげるよ。私の話を聞いてくれればだけど。聞こう。あの椅子に座ってないのが不思議なんでしょ？うん。私は座ってるのに、私は座ってないみたい。どうしてかな？そんな難しいことじゃないよ。座ってるけど座ってないだけ。ただそれだけ。ええ。すごい1分が、いい感じに、いやらしいところで1分が来るんだけども。これちょっと悔しいな。見切れないのがすごく悔しい。逆さまってこれどこで選べばいいの？どこにそんな逆さまってあった？あ、左が現実で、右が夢の世界か。で、タッチした方から始められるってこと？じゃあこっちからやってたらってこと？あ、いや、変わらない。わかんないわ。まあ、もう一回情報収集していこうか。とりあえず、このお菓子コーナーなんか変わってない？幸せだね。あ、変わんない。あれ？もうここから得られる情報は何もないのか。あれ、もうこれ俺求められてない？あ、これ嫌われてる説。ドアがあるけど鍵がかかってたわ。開かない。え、ダメじゃん。あれ？招待状変わってる？変わってないよね。え、ダメじゃん。じゃ、こっちの世界に来る意味ないってこと？あ、だよね。いや、わからない。この作者さんはね、調べさせることにおいてはピカイチだからな。ちょっとの見落としでな、ストーリー進まなくなるからな。しっかり調べた方がいい。え、でも何もないよね。多分全部調べたはず。積みましたね。え、じゃあまあこのまま1分迎えて、あっちの世界に戻ろうか。あ、でもなんか、一番上の箱になんか手紙らしきもの挟まってない？あれも気になるな。右の箱ね。まあ、これでもう一回じゃあ始めてみようか。始まり。逆さまってどうやってタッチすればいいんだろう。ん？あ、待って、書いてある。1分待たずに反対側に行きたいのならメニュー画面から逆さまに。メニュー画面？メニュー画面なんてあった？あ、終わりと始まりってある。これでいけるってこと？まあ、いっか。話しかけよう、とりあえず。座ってて座ってないことに違和感があるのが不思議。お姫様は椅子に座ってないけど、ランレーは座ってるじゃない。誰？それだけだよ。え、どういうことなの？お魚さん、どういうことなの？って何？あー、そっか。そうだったね。私の名前は、名前わかんない。読めない。また否定しちゃうんだ。何のこと？なんでもなーい。名前バグってるよ。あー、これで終わりだ。得られる情報は何もなし。じゃ、次はこのクローゼット、引き出しか。引き出しには私のものがある。あれ、何かが足りない気がする。まあいっか。いいの？うん、思い出せないな。そうそう、お魚ちゃん出てくんじゃない？あー、出てきた。お姫様、なくし物かい？お魚さん、ここに入ってた何かが
どこかに行っちゃったの。僕、なくし物がなんでどこにあるかも知ってるよ。あ、違う、何でどこにあるかもか。知りたいなら教えるよ。こっちにおいでおいで。でももう1分来ちゃったんだ。ごめんな。あと1分だけ。で、じゃあ今度メニュー画面開いて、またすぐ戻ってみようか。はい。はい。終わりの始まりって書いてあったけど、それでいけんのかな。逆さまにって書いてあるんだけどな。逆さまじゃないけど、これ。あ、いけた。あ、いけた、いけた、いけた。あ、いけるね。じゃあ、これでそのまま話しかけてみようか。お魚さん、情報教えて。この子は一体何を抱えているの？さーて、なくし物のことだよね。僕から言えることは一つだけなんだよね。耳を澄まして、それだけさ。え？何も聞こえないよ。おかしいね。この世界でも響いてるのに。響いている？私のなくし物とその声って関係あるの？あるよ、あるある。それにとっても大事。この世界にとっても大事だし、お姫様にとっても大事だし、彼にとっても大事だし。彼？彼って一体？そのなくし物ってそんなにすごいものなの？物自体は高価なものじゃないけど、でも意味はあるよ。すごく気になる。どんな声なの？お姫様の耳には届いているはずなんだよ。僕、何も言ってないのに、声って認識してるんだから。え？きっともうすぐ、その声は聞こえるよ。あ、終わった。ちょうど切りよく終わったね。あと1分だけ。で、これであと調べられるの本棚だけじゃない？椅子、窓も調べられるのかな？で、ちょっと見てみようか。これ左下に出てくるのちょっと消すのやめようか。多分これ永遠に出てくるわ。ちょっと放置。終わりと始まり、逆さまに。で、マット一応見てみるか。窓は調べる項目あるのかな？場所が、あ、位置的になさそうだな。変わんないか。はい。これは本棚。私が知っている本がある。何の本だっけ？あれ？でもこれで魚出てきたんだよね。あ、違ったっけ？私が知ってる本だったよね。あれあれ？あれ、変わんない。あれ、じゃあこれで情報収集終わりか。あとベッドに寝るしかないよね。名前もわからず。ベッドに寝ることもできなくなってるってか。あ、待って。ほら、彼が待ってるよ、ドアの向こうで。あれ、ストーリー進んだ。ドアの向こうってことは？これ、あっちの世界に行ってみるか。終わりと始まり、サッカー様に。じゃ、ちょっとドアの向こう行ってみる？なんか空気が不穏じゃない ?BGM なくなってない？あ、そんなことないわ。お、お、なんか始まった。どうして？ルール守らない？壊さないで。幸せを。え？この1分に一体何を、なんつうんだろう。思いがあるのかな、この子たちに対して、この子たちは。え、大丈夫。私たちがいるよ。え？一人じゃ寂しい。大丈夫。僕らがそばにいるよ。絶対ここはこの女の子の心の世界だっていうことはなんとなくわかるんだけど、この1分にこの子はすごい依存しているのか。てかこの1分がなければこの子自体心が保てなくなっちゃうのかな。扉の向こうに、あ、だよね、誰かいるんでしょ。ねえ、ダメだよ。え？この世界の住人の話を聞いちゃダメだよ。君の幸せが壊れてしまう。この世界には君の好きなものも君の望むものだってある。君だけの君のための世界、君の幸せの世界。今、反対側にはきっと、それの話を聞き続ければ、この世界はいずれ壊れる。僕は君の幸せを守りたい。私の幸せってなんだっけ？美味しい食べ物があって、たくさんの贈り物がある夢の世界。幸せの世界かもしれないけど、でも何かが足りないの。きっとそれこそが私の本当の幸せなの。あっちにいた魚たちは何かを知ってるみたいだった。なのにあなたは話を聞くなって言う。どうして？君の言う通りだよ。ここの住人たちは全てを知っているんだ。だからこそ言うんだ。これ以上話を聞かないでって。聞いたら最後この子が自我崩壊しちゃうとかなのかな。
君の幸せを続かせること、それがこの僕の役目だから。そろそろ時間じゃないかな。それじゃあ何もわからないよ。お願いだから答えてよ。いや、読めない読めない。なんて読めばいいんだこれ。ごめん。え、この世界のルールが一つ壊れました。凝ってる。あと1分だけ。いや、ほんと凝ってる。システムがすごい凝ってる。え、これどう変わっちゃったの？やっぱダメだ。下にあると気になるわ。あれ？え、人魚？なんか座ってる。どういうこと？あなたは、人魚姫。あなたが知ってるお話、そしてそれを語るもの。でも今は語れない。あなたはまだ迷ってるから。私が迷ってるって何よ？彼はあなたの幸せを語るもの。そしてそれがこの世界。私はあなたに真実を語るもの。幸せになれない現実のお話。幸せな世界と幸せになれない世界。片方を選べば片方は壊れる。壊れたら二度と元には戻らない。幸せになれない世界を望むなら私は語るよ。でも望まないのなら彼の言う通りにすればいい。俺はやっぱ現実が気になるな。あっち側に行って考えてきてもいいよ。もしも覚悟が決まったら私に声をかけて。いや、気になるじゃん。覚悟は決まった。話を聞きたい。話を聞きたくない。話を聞きたい。どういう結末が待ってるのかすごい気になる。そう、私の幸せは彼と一緒にいることだった。でも王子は人魚姫の手が届かない場所にいたの。私は私のいた世界を捨て彼のいる世界へ向かったの。まあ人魚姫のお話だよねこれは。彼のそばに入れて幸せだった。でも人魚姫は知ってしまった。王子は人魚姫の手の届かない場所へ行く。私は選ばなければいけなかった。王子を殺して元の世界へ、日常へ戻るか。殺すっていう選択肢なんだ。王子のそばで幸せなまま海の泡となって消えるか。私は幸せのまま消えることを選んだ。ああ、悲しいお話だよな。次はあなたの番だよ。え？あなたは誰？あなたの幸せは何？私は、この子は人魚姫なの？あくまで人魚姫っていうストーリーが好きなだけな少女なの？答えはこの世界にあるよ。あっち側のは彼が消してしまったけど、こっち側はあなたが否定しながらも残したから。さあ、すべてに手を伸ばして、この世界の彼の元へ行くために。そして、あなた自身の手で幸せを壊すために。え？お、また何か壊れた音が。あ、この世界のルールが一つ壊れました。この、なんかシステムが切り替わるシステムなんな？感動を覚えるんだけど。え、でもこれで、あっちの世界は壊れたって、オールホスの夢。これもぜひプレイするんだけども。って言ってたよね。また変わったってこと？それが。あれ？戻ってこれた。どうなるの？え？ここにあるのは彼の思いだけ。彼の思い？僕たちは守るために。彼の思い。あ、ここはこの女の子の逃げ場じゃなくて彼との思い出の場所ってことなのか？もう少しで君に渡せるね。え？きっと私は知っている。これが何かを知っている。あ、でも細かくは説明してくれないのか。ここにあるもの一つだけ本物。一つだけ？もう少しでこのドアが開いてしまうね。一つだけ本物。でも特にな、あとは変わらないよね。なになに、このストーリーの結末が一体どうなるの？これはまた一回帰るか、じゃあ。逆さまに。で、もう一回人魚姫のお話聞いてみる？はい。お話しに来たよ。手を伸ばして、例えばベッドの奥の棚。ああ、気になってた俺も。棚の上の写真。本棚の上側。クローゼット。この世界を越えた先、世界の左右にある黒い部分。え？そんな、今は夜、ここもあっちも。その黒帯にも何かが隠されているだなんて。
そんなこと予想してもいなかったんだけど。え、ベッドだね。寝ちゃう？寝てみる？試しに。おやすみなさい。寝ちゃった！寝てどうなのこれ。元の世界に帰らされた。帰っちゃったよ、俺。え、なんか変わったりする？あ、変わんないな、これ多分。もう一回戻ろうか。寝たら戻っちゃったわ。逆さまに帰ろう。じゃあ奥のクローゼット見てみる？そう、俺も気になってた。なんか調べられそうで、開けられないような位置感だもんね、これ。ベッドだね。寝ちゃう、寝ない。あれ、調べられないっぽいな。あ、ダメだわ。調べられない。いけると思ったもん。今は夜。これ気になる。何かが足りない。どこにあるかもわからない。でも知ってる。あの声がその答えで。あれ、変わらないね。上の本棚は？これは本棚、人魚姫のお話がある。幸せになれないお話。あ、わかった、これ。マウス操作じゃね？あ、ほら、やっぱり。彼の服がある。あれ？これは、ボイスレコーダー？浮気してた的な？そうだ、思い出した。棚の中にあったはずのもの。彼の声が録音されてる。内容は聞いている。何度も。え、なんか、話がドロドロになってきた。あれ？睡眠薬かな？私、買った覚えない。そういえば、彼が作ってくれた紅茶を飲んで、それで。なに話が。はい？話がだいぶ変わってきた。睡眠薬？紅茶？なんでそんな物騒なのか？この子は何かされた？被害者的な？話が読めん。そう、一つだけ大物があるって言ってたよな。これマウス操作だったら調べられたのかな？これ気になるんだよな。これ、調べられなかった。ダメか。ダメ。繰り返すだけ永遠に言ってる。この世界を壊したいのは彼。彼は偽物。やっぱ浮気してるんだよ、あいつ。絶対そうだ、これ。もう一回あっちの世界帰ろう。まだ調べられてない。まだ情報収集終わってないよ、これ。なんか蓋開けたらとんでもないドロドロのストーリーっぽい感じになってるんだけど。今写真立ては見たっけ？私と彼が一緒に写ってる写真。幸せだった頃の写真。これは日記かな？お、見れる。僕は今日世界から消える。彼女の幸せを壊すことにする。彼女はきっと否定するだろう。だからこれを送ろう。そしてこれに思いを込めよう。彼女が次へ歩めるように。ごめんね、ちさ。あ、名前が。別れたのかな、彼と。ちさちゃんなんだね。ベッドの奥の棚もやったでしょ？黒い部分、やってみる？開けた。外はもう暗い。彼が近くにいない。寂しい。こっちは？部屋の奥から彼の声が。え？彼は一体どこへ？え？これもなんか関係ある？関係ないっぽい。部屋の奥から彼の声が。え、まだこの黒い部分タッチすることあると思わなかったわ。わかんない。情報が集めきれなかった。でも睡眠薬と紅茶がどういう関係があるのかが全くわかんないんだよな。そろそろこっちの世界も話進むんじゃないか。見てみようか。ずっと一緒にいようよ。変わったよね。君も彼も選べなかった。ずっと一緒にいようよ。変わらない。ん？最後のプレゼント、君の手の中に。手の中に。きっと私は知っている。これが何かを知っている。この世界の砂だけが同じ。砂？ああ、でも変わらない。ないよね、なんも。手の中を見るご。あ、ここで黒い世界見てみる？あ、ダメだ。こっちでは黒い世界見れないっぽいね。じゃあやっぱ反対側にまた行くしかないか。逆さまに。ちょっと続きが気になってしょうがないんだけど。これ全部調べたよ、人魚姫様。多分。お、来た。あなたにもう一度、さっきの質問をするね。あなたは誰？あなたの幸せは何？私は、名前が戻らないね。あ、戻った。ちさちゃん。私はちさ。私の幸せは、彼と一緒にいること。ねえ、教えて。どうして幸せを壊さないといけないの？
だってドアの向こうにいるのは私が一緒にいたい人でしょ。そうだよ。チサが望んでいる人はドアの向こう側にいるよ。でもチサの幸せは壊さないといけないから。よくわからないよ。ちゃんと説明して。なんか別れ話とかそういう単純な話じゃないのかな。星はつられ砂は、星はつられ砂は、それをかき消してしまった。ちゃんと意味があるんだろうなこれ。お星様、あなたが否定したもの、今なら手を伸ばせるよ。あなたの手で触れて、そして受け止めて。あと1分だけ、すごいいいところで。あ、これでもう多分扉の方に行けるのかな。行くよ。じゃあ手伸ばすよ。あ、行かなかった。でこれはまた変わらない。あ、変わらないっぽいね。あ、変わらないね。そしたらじゃあ星に手を伸ばしてって言ってたから行ってみようか。星っていうのは上の方にあるやつかな。ここら辺？これ違う？あ、行けた。行くよ。手を伸ばす。星に手が届かなくて、でも本当は届く。星に触れる、触れない。触れる。これで本当にいいのかな？これでいい。嫌だ。いや、行こう。俺このストーリーの結末が気になる。え？何？え、なになになに？扉開けたのか？あ、え、なんかぶら下がってない？ぶら下がってるよね。あ、ほらほら、そうだ。糸が。君の選んだ結末。否定しないよ。責めはしないよ。ドアは開き、君は再会する。君が望んだ王子様。行くぞ。結局、鍵がないから開かないよ。本当は気づいてるでしょ。鍵なんてない。あるとするならば、君の心のが鍵。君が望めばドアは開くよ。開けよう。お？やっと、やっと開かれたドア。君が望む人はそこにあったのかな。いたけど、いないね。それで君はどうするの？ん？まあ、彼はいないってこと？亡くなったってことなのかな？だから星なのか。そうだ、多分そうだ。チサ、目を開けて、チサ。え、なんで？首吊ってるよね、これ。え、それっぽいよね、この影。彼が首を吊っちゃったのかな。彼が何かしらの病気で亡くなって、ちさちゃんが首を吊ったのか。おいおいおい、どうなってんだ、これ。そこにいるの？いるよ、名前が。いなくならない？うん、ちさと一緒にいるよ。会いたかったよ、せいや。ごめん。あ、星はつられだから、あ、やっぱそうだね。多分星ってのはせいやくんだよね。だからせいやくんは首をつり、砂、ちさちゃんはどうするかってことか。で、俺は今これで、一緒に死ぬ現実を選んじゃったってことになるのか。おいおいおい。あのね、せいやにね、話したいことがあるの。うん。時間はたくさんあるから、ちさの話、いっぱい聞かせて。あ。死後の世界なのか、ここは。あと、1分だけ。睡眠薬とかそういうのも全部自殺のために使ったとか、そういうことなのかな。俺の拡大解釈かな。戻ってきたけど、こっちでは何かストーリーが変わる？聖夜はあっち側にいる。あっち側に行かないと。あ、
もう現実世界に帰れないってことなんだ。で、話聞いていこうか。多分これが最後になるのかもしれない。たくさんお話ししよう。時間がたくさんあるから。あのね、せいや、聞きたいことがあってね。聞きたいことって、なんでドアの向こうにいたの？なんでだろうね。忘れちゃったかな。それとね、向こう側で不思議な人がいて、幸せは壊れるって、そう言ってたんだ。せいやと一緒にいることが私の幸せなのに、どうしてそんなこと言うんだろうね。それはきっと君が、もう君に渡してもいいのかもしれないね。ん？何？ちさ、君にプレゼントがあるんだ。え？プレゼント？でも、どこに置いたか忘れちゃってね。あっち側にいた人形がきっと知ってるんだ。あっち側は君にとって辛い場所かもしれない。でも君に受け取ってほしいんだ。話を聞いていてほしい。そこまで言うなら。でも約束して、いなくならないって。約束して。ほら、時間がなくなっちゃうよ。行ってらっしゃい。なんで？聖夜はなんで首を吊ったの？辛いことがあったのかな。いや、多分つられだから確実に自分で釣ってると思うんだよな。まあ人魚さんにとりあえず話聞こうか。聖夜からのプレゼントどこにあるか知ってる？まだ幸せがあるって信じているんだね。信じるも何も聖夜はいるでしょ。ずっと待ってた。やっと会えた。聖夜はいる。私のそばに。プレゼント、教えてもいいけど、そろそろ時間だよ。何のこと？幸せを壊さないと。またそのお話？私は幸せでいたいから、彼の世界で死ぬことを選んだ。あなたも同じ道をたどるの？私はそうしてほしくないな。聖夜を殺せって言いたいの？そんなの無理に決まってる。聖夜がいない世界は幸せじゃないの。だから私はあなたの話を聞きたくなかったの。そんなの聞きたくない。おかしいね。この世界と私たちはあなたの心が生んだ。心のどこかであなたは望んでいる。私は聖夜を殺したいって思ってない。違うよ。この世界の聖夜を殺すか殺さないかってこと。え？この世界の聖夜も知佐の心が生み出した。本物の聖夜じゃない。この世界の聖夜を殺せば、あなたは現実と向き合える。この世界を壊せる。プレゼントとは、この世界そのもの。なんてこった！あなたは現実で、それを見続けているだけ。無機質な彼の、あと一分だけに従って、それを聞いていれば、それを受け入れていれば、聖夜はあなたの中で、いることになるから。幸せの世界の始まり。聖夜は、知佐の幸せを理解していた。だからこそ、あと一分だけという言葉で、あなたを縛ったの。え？最初に言ったよね。幸せは壊れるって。なぜなら知佐の幸せが、聖夜と一緒にいるだから。知佐の幸せは、もう壊れてるんだよ。それを無理やりつなぎ止めてるだけ。あとは知佐が認めて、それを壊すだけ。彼のプレゼント、それは向こう側にある。たくさんあるプレゼントのどれかに入ってる。それには思いが込められている。あとは知佐が決めること。話がどんどん難しくなっていく。ダメだ、もう俺の頭の中で全然話が理解できていない。でもとりあえず進もうか。聖夜はまだ生きてるのか結局。いや、死ぬ直前に、なんか呪いをかけたっていうか、言霊的な？その一言が、ちさちゃんをずっと縛ってるのかな。さあ、選んで。彼を殺すの？ここに残るの？君が選ぶんだよ。いや、聖夜はちさちゃんを縛ろうとして、まあ、縛ろうってわけじゃないだろうけど、ちさの幸せを考えた結果の一言だったのかもしれないしな。どれが正解なんだろう。もう別れることが正解なんかな。プレゼントどれか分かんないけど、多分これな気がする。あ、ほらやっぱり。あ、何かある。これは
星の砂？そうだ、ここは星の砂の世界。セイヤが言ってた星の砂は、幸せが訪れるように、そして繰り返される時から抜け出す勇気をくれるという。ああ。セイヤの死を受け入れろってことなのか。そして一歩踏み出してほしい、チナは幸せになってほしいってことなのかな。これがセイヤからの最後の贈り物。抜け出す勇気、この世界から。ああ、一分が来てしまった。今すーげーグッときた。セイヤは別にチサちゃんを縛りたいわけじゃないんだ。生きて帰ってほしいんだな、現実に。人形。でもこれまた、あれ？調べられる。またあっちに戻されるかと思ったけど。お、セイヤからの贈り物、目を覚ます時だよ。これ寝たらなんか変わるのかな。おやすみなさい。あ、多分セイヤと話をするのかもしれない。最後のお話をしよう。見つけられたんだね、ちさ。本当は君が望むのなら君と一緒にいようと思った。でも僕は君に星の砂を送った。その意味伝わってると嬉しいな、ちさ。かくれんぼをしよう。かくれんぼ？ちさが鬼、僕は隠れるから。でもきっとすぐに見つかっちゃうだろうな、ちさ。ちゃんと僕を見つけてね。せいや、いつも隠れてばっかり。何も言わないで行ってしまった。ここなんじゃないの？ここにいるんだよね。開ける？ああ。星は宙に、あるべき姿に戻ったのさ。ドアは開かれて、君は君の世界へ戻る。あ、まだ見つけてない。外にいるセイヤに会いに行かないと。あと1分だけ。この1分っていうものにここまで集約するってすごいよな。この世界に触れれば壊すことができる。ただし壊せば二度と元には戻らない。壊すことができるってどうしたら？外の世界の地差が世界に触れるんだよ。私も行かないと。バイバイ。あ、話しかけたら消えていくのか。声に逆らう時が来た。人魚姫と同じ選択はしない。もう行かないと。え、どうすればいいのこれ。俺タッチしていけばいいの？あ、あ、セイヤに会いに行こう。この世界を壊す。ああ。おー、すげえ！一気に変わった。自分の部屋に閉じこもってたのから出たんだな。だから世界は広くなったのかな。ん？私が壊した、聖夜からの贈り物。あ、もうなんかエンディングに入ってるっぽい。星の砂が混ざった、一分を計る砂時計。あ、これで1分ってことだったんだ。これを何度もひっくり返して、セイヤとの時間を何度も何度も思い返してたのかな。また一緒に笑いたい。けど、今は奥の部屋に、セイヤの元に。え？また一緒に笑いたい。けど、近くにいたのに気づかなかった。セイヤがなんで苦しんでたのかってことなのか。あと1分だけ。何度も待ったよ。どうしてそれしか言ってくれないの？どうして部屋から出てこないの？あ、なんか辛い現実が。開けたらセイヤに会えるんだよ。お願いセイヤ、待たせてごめんって言ってほしい。いや違う、謝らなくてもいいから。セイヤがいるって信じさせて。行くんだな。なんで？どうして命を絶ったの？これ、棚に入ってたボイスレコーダー。あと1分だけって声が録音されてるみたい。あ、ずっとこれを聞いてたんだ。
もっと前から釣ってたってことじゃん。なんで？信じてたんだよ。部屋から出てきてくれるって信じて待っていたんだよ。聖夜を待つ1分にすがってる方が良かったよ。あの世界は幸せだったの。聖夜がいるって信じられた。あの世界が、それなのに星の砂がそれを許さなかったの。幸せは消えちゃった。星の砂が消しちゃった。ごめんごめんね。何も気づけなくて。聖夜。いや、セキュアプレイング、待ってくれ。右の手紙が気になってしょうがないんだが、これまだ続き見れるのかな。あ、やっぱり見れるっぽい。なんでだ。いや、苦しんでいたんだろうけど、何かに。え、最後の手紙は見ないのか。待ってくれよ。うわー、これで終わりなんか。これタッチして見れない？あ、見れない。え、悲しすぎるんだけど、終わり。そんな悲しいことある？もう見れないのかな？あ、ダメだ。つら。はい。ということで、星はつられ砂は、ここまでとさせていただきます。最初不思議な世界でね、精神世界でなんかこう、病んじゃった子が逃げてるのかなって思ったけど、まあ実際は病んでたんだけども。聖夜がなんで命を絶ったのか、まあ辛いことがあって、それでもうこの世界からいなくなろうってなっちゃったんだろうな。辛。え、これ選択肢変えたらどうなってたんだろう。ちさちゃんもまた同じように命を絶ってたのかな。まあ、バッドエンドだけど、ちさちゃんだけは前に進めたよなって感じ。ちょっと泣いちゃったもん。なんか、ちさちゃんの言葉聞いてただけで、辛くなっちゃった。はい。でもそれ、なんか、ほが、すごい心に傷を負った俺も。星はつられ砂は、ここまでとさせていただきます。皆さんはね、どういう解釈をしたのか、もしよかったらコメントに残してくれたらとても嬉しいです。もしかしたらね、シュウヤンの解釈はまた違った解釈だったかもしれないんでね。実はこういう思いがあったんじゃないのかとか、まあ、もし教えてくれたらとても嬉しいです。はい、それではシュウヤンでした。悲しいです。はい、それじゃあまたね。